耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 登る階段を登る下る坂を下る進む出口に向かって進む進める もう少し車を前に進めてください。通る。この道は車がたくさん通る。通す。カーテンを通して光が部屋の中に入ってくる。越える。この山を越えると隣の県だ。過ぎる。 列車は広島駅を過ぎた。過ごす。大学時代を東京で過ごした。移る。黒板の字が見えにくかったので、前の席に移った。移す。本社を大阪から東京に移した。釣れる。 子供を動物園へ連れて行った。夜窓のそばに寄って外を見た。寄せる。地震の時は車を道の左側に寄せて止めなければならない。与える。成績の良い学生に奨学金を与える。 得る、収入を得る。向く、私の部屋は、盗難を向いている。向ける、顔を右に向ける。進める、ダイエットしている友人に一緒にウォーキングをしようと勧めた。勧める、 先生に勧められた本を買った。任せる。責任の重い仕事を新人に任せてみた。守る。法律を守る。争う。あの兄弟はいつも小さなことで争っている。望む。卒業後は 教師になることを望んでいる。信じる。昨日、幽霊を見たよ。嘘、信じられない。通じる。日本に来た時、私の日本語が通じるかどうか心配だった。飽きる。好きなものでも、毎日食べると飽きてしまう。 思いつくアイディアを思いつく思いやる父親の言葉は厳しかったがその言葉には子供を思いやる気持ちが現れていた熱中する母は今カラオケに熱中している暮らす 都会で暮らすのは便利だがお金がかかる。巻く。マフラーを首に巻く。結ぶ。靴の紐を結ぶ。住む。仕事が済んだらすぐ帰る。済ませる。お金の支払いを済ませる。 できる。駅前に新しいスーパーができた。切れる。このハサミはよく切れる。切らす。うっかりしていて砂糖を切らしてしまった。伝わる。彼が結婚するという噂が伝わってきた。伝える。 電話で用事を伝える。続く。雨の日が続く。続ける。もう3時間も会議を続けている。つながる。本州と四国は橋でつながっている。つなぐ。この橋は本州と四国をつないでいる。 つなげる。このチャンスをぜひ成功につなげたい。伸びる。背が伸びる。伸ばす。髪を伸ばす。伸びる。レポートの締め切りが伸びてよかった。伸ばす。 チケットが取れなかったので帰国の日を延ばした。重なる印刷したら紙が2枚重なって出てきた。重ねる皿を重ねて置いておく。広がる道幅が広がって歩きやすくなった。広げる お客さんが増えているので、もっと店を広げたい。乗る。この荷物は大きすぎて、私の車には乗らないだろう。乗せる。棚に荷物を乗せる。揃う。全員が揃ったら出発しましょう。揃える。 麻雀をするためメンバーを揃えた。まとまる。3時間話し合ってやっとクラスの意見がまとまった。まとめる。引っ越しの前にいらなくなったものをまとめて捨てた。つく。怪我をしてシャツに血がついた。つける。 パンにジャムをつける。たまる、お金がたまる。ためる、お金をためる。まじる、女の子が男の子にまじってサッカーをしている。まざる、男女がまざってサッカーをした。 混ぜる、お米に豆を混ぜて炊いた。溶ける、3時間かかってやっと問題が解けた。解く、数学の問題を解く。含む、レモンはビタミン C を多く含んでいる。含める、 うちの家族は私を含めて5人です。抜ける。髪の毛が抜ける。抜く。虫歯を抜く。現れる。犯人は金を取りに現れたところを逮捕された。現す。雲がなくなって、 富士山が姿を現した。現れる。彼の顔には合格した喜びが現れていた。表す。気持ちを言葉で表す。散る。風で桜が散ってしまった。散らす。風が桜を散らしてしまった。 開ける夜が明けるさす雨が止んで日が差してきた